多目的広場からの施設前傾道の駅パティオ、新潟は、新潟県三つけ市今町にあるの新潟県道20号、三つけ中野島線の道の駅である。2015年1月30日に重点、道の駅候補に選定された。パティオ新潟の運営管理は、三つけ市から株式会社とよさかワクワク広場に住宅している。2013年8月23日に開業された。 地元の農家によって生産された農産物、加工品、地元の菓子類、特産品の販売を行っている、山直マルシェ、竹雪メッケ、旬の野菜や果物をメインに健康を意識した郷土料理を日下げする農家レストラン、もみの木、2004年7月に発生した、平成16年7月に言いた、福島豪雨によるりや田川の氾濫による水害を教訓に、 防災意識を高めるために、当時の水害状況の写真が展示されている、防災アーカイブ、休憩施設や道路に関する情報の提供、地域の交流促進が行われる、交流休憩センター、カリ田川防災公園内に、誰でも利用可能なバーベキュー等ができる、デイキャンプ場等5つの施設をメインに営業されているほか、防災訓練にも利用される等様々なイベントが、 開催されている。開業当初は、目標年間来場者数を80万人としていたが、開業から約1年後の2014年9月5日、来場者数が100万人を突破し、2018年5月14日には500万人を突破した。ありがとうございます。